あ、じゃあ続きまして、はい、ミスティ M ゆらさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。下野さん、かいちさん、そしてゲストの夜中さん、こんばんミスティ。こんばんミスティ。ラジオミスティの配信が決定してからずっとずっと夜中さんにゲスト出演してほしいと願い続けていたのですごく嬉しいです。 ありがとうございます。インターさんのブログで夜中さんがゲストで来られるとした時は嬉しさのあまり涙ぐんでしまいました。あら、なるほど。第1回の配信や息もできないくらいのフリートークで、ご本人がいないのにお名前が出るほど仲良しな皆さんに出てたぜ。そうだね、やってみていただきたいことがあります。それは質問について当てはまると思う方を指すというものです。自分を指すのもあります。ありですよ。では質問です。問1、一番いじられキャラなのは誰。ほう、せーの。これダントツですごい。満場一致で下野ヒロ。はい、下野さんになります。いや、一見ねこの世永翼くんかと思いますが、思いますが、もう先ほどのね、やっぱりね、やっぱりね、関係ないですよ。なんだろうな、俺声優界の底辺が払拭できないんだけど。いやでもね、それっていいと思います。下野さんはなんかそのままでいてほしいです。そのままでいて変わらないでいてほしいです。後輩からの願いです。ずっと下野さんは下野さんでいてほしい。あ、そう。神野さんにはなってほしくない。神野さんにはな、上野さんじゃねえのかよ。